ミルワッカ、ミルクサッカカデミルウェーのメンマーでございます。ノーミルクサトウでございます、うん。よろしくお願いします。さあ先生、今日はどんな授業でございましょうかこちらでお出た。立場変化遺跡、混沌、うん、12戦。おぉお、12戦。<laughs> 立場変化遺跡のポジションチェンジ <laughs>、はい、どう,うまあそうですね。うん、あの、チーム内でのちょっといろんな立ち位置が変化したなって思う日本人選手がちょっと結構いたなと思っていて、今、えー、シーズンやっていて。 だれその選手たちもしかしたらレギュラークラスではあるんだけどチーム離れるなんてこともあるのかなって思ってちょっと動画にしてみたよということでございます。うんはい。っかかってまいりましょう。それでは今日はこちらです。よゃ、はい、あリバカマイちゃってはチャンネル登録 <laughs> かおかしいなとお願い,お願いします。お願、はいします。今日四枚出てくるんですが今日ちょっとフラッと見れる方っなんての映像見ていただかなくても音で楽しんでいただいて大丈夫かなと思っております。はい、おいします。相手、はい、で行きましょう。まずこの三人です。トーン。やってほしいよそれ。あって ずっと言ってんじゃんこれ。ね、早く早くハタテの三人で戻れい,、ね、いねっつっのに、ね、何にも説明しなかった <laughs>、はい。はいセルティックの三人。あのセルティック組の三人なんですよね。あのまあちょっと大前選手旗手選手のお二人は現在怪我をしているので出場がなくてもまあちょっとしょうがないという時期ではあり、うん、大前選手は年内には復帰できるでハタ選手は1月で復帰できるかなはてなっていう状態には今のところになっているよというのは。 あるんですが、まずはもういったそんなこといったさておきましょう。おっきなことが起こりました。何ですかね。今週末、12月10日に行われたスコットランドリーグ第17節において、キルマーノックとセルティックが戦いました。負けました。えホームでかいアウェーではあるんだけど。ああ、アウェーでか。なんだけど、ポス。 デコルさんの就任直後ぐらいに多分最後負けたんじゃないってぐらいでしたから<え>リーグだとあそんなそんなに負けてなかったのではあ<ー>だから、ね、ちょっと大きいですねこの一個たった一杯とはいえ,え引き分けとかはあった、うん、引き分けはあったいやそりゃでもサッカーなんかいつか負けるけどそんな負けてなかったあくまでリーグ戦ではねリーグ戦ではなはだけどです、ね、そうなんですね それも問題だし、うん、古橋君ですね、まあ、さに。昨シーズンは得点を取った清子さんなんですけど、はい、今季はですね、うん、チーム内でも得点ランク3位です。あ、そうなのそうなんですよ。中盤のオライリー、ターンブルの方がちょっと多くなっちゃってる状況で、<ー>かなかなかフォワードが点取れない感じになっちゃってる,い出てはいるんでしょ ちょこちょこね、ちょこちょこというか、実はですね、うん、このキルマの癖もですね、うん、スタメンじゃなかった。あら、なんか序列が変わってきてるのかいまあ最近ちょっと点取れてなかったので、一回ベンチっていう風にするのは、んまあなんとなく妥当なところだろうなと僕も思いますけど、そもそもなんか点取れてない状況に古橋選手がなってること自体が、ちょっとチームあんまりうまくいかないでほんまやで。去年ののが点取れれななくなってる、うん、<laughs> それは監督の 作り方もあるじゃないの監督、ね、聞いてますそこはフォアとすげ替えてどうこうっていう話で <laughs> 何に違います監督そうなんですな、ね、<laughs> それねっていうことではいはい、はい まあだから、もしかするとやっぱりうまくいってない何か、だからちょっと日本人選手からちょっと喰らわいしたいところとかもしかしたらチームの中であんのかな。まあでも逆に岩戸智樹選手なんかは存在感ちょっと高めてるところはあったりするので、やっぱだからポステゴグルーさんが持ってきてそのマナデシカしてるしてたこの3人なんかは、 やっぱこの冬の移籍市場でやっぱトッテナム移籍ってことがもう結構ありえたりチームの中でもそういうのがちょっとそういうのがもう共有されちゃってるからなんかいろんなねなんかチーム内の中でこういろいろあったりすよいやーねちょっと思うところだけでしかもちょっとなんか息吹き返してきてるじゃん選手末いやそうなんだよリシャルジソン何3点ぐらい取ったよ2点取ってね入荷する線ね返してると思って そうなんだよね,ね<え>ただまあさ、俺、この中で、大前、はいはい、君、うんうん、やっぱ一番リアルじゃないかと思った。確かに一番リアル。ね、俺で、大前君確かね、っ残った理由が、はい、そもそもらセルティック移籍してその、ポセゴグルさんに支持はしてたけど、うん、よりねあの、キューベルさんとずっと二人三脚状態だったんですよ。ハリー・キュールそう。はい そのほらエルさんがマリノスって話があるでしょ。うん、監督にね、うん、今日やベスターでやってたよ、2011年のね、アジアカップアジアカップ。ね、最後、リー・タダナリが長友のボレーシュート。あの時のフォワードルだったんでね、キュエルは。そうか相手のね。だからそうなってくると、もう自分を呼んでくれた監督もいない、コーチもいなくなっちゃうっていうになったら。うん やっぱもう一回呼んでくれるならはそのチームにっていうので。いやいやいや呼んでくれるくれないに関わるプレミア行きたいでしょ。だ誰だろうと。<laughs> そんな関係ないでしょ。ねでも、でもそれもステコさんならな,な、な、ねなおさらでしょ、うん、そ,そうですよ。うん、だちょっと とまあ、3人抜き全部がありえるかどうか分からないけど、特に旗君はその怪我のこともあるので、うん、移籍できるかどうかっていうのもありますが、はい、少なくとも大善は最もリアルなんじゃないかなって、やっぱり改めて思っちゃったなってと。3人取ってくれよ、そしてその枠に、ヘルティックも取ってくれよ,頼よ、頼むよ、たやすなよ、そうなのよ、た,やすなたーのーむっていう状況になっております。<laughs> ささないいでください、ね、あの皆さん、今日こういう回ですからね。<laughs> はい、続いていきましょい。はいりましょう <laughs> <laughs>。続いて2枚目、こちらでございます。ちょっと話は変わりまして、橋岡、森田秀正、青田中。うんはい、僕はね、まだこの3人はアジアカップ中での A 点遺跡があるんじゃないかい、うん、アジアカップ中ですか。1>, はい、1月中。 それこそ、全員呼ばれた上で、アジアカップ戦ってる中、帰るチームが違うチームに行くみたいなケースも。タイミング的にそうですね。しキャンプが新しいチームで参加するみたいな。そうだね。もしくは、アジアカップ中に来年の夏。じゃないんだからね、そっか。あの、来年の夏にこの,にこのチームに移籍みたいなことが決まるっていうケースも、もしかしたらあるかもしれない早くもね。 怒りうるかもしれないなって3人でございました。うんうん もう正直、なんでこの3人挙げたかというと、はい、まあ森田選手はまだ、ね、あのヨーロッパの,そのカップ戦だとかもいろいろあるんで、うん、あれですが、うんうん、所属チームとか、リーディングの中でこれ以上の何かって、も MVP になる以外、もうほぼやることなくねえかっていうようなというか、それだけのこうデータだったり、通常、うん、でのいろのんな歴だったり、経験だとかっていうことは、もうチームに残してきた選手たちじゃないかなというところですねなる,なるほどね。 売り時感もあるような選手なんで、橋岡君とか田中碧君あたりだやっぱドイツ一部とかもリアルかなと思いますし、うんはい、森田選手なんかやっぱプレミアとかそれこそ分スでもトップクラスのところというか、うん、もう見えてくる感じじゃないかな。結構なお値段ででねねっていうことですよ、ねうん 十何億とかね、うん、あってもおかしくないんじゃないかと思いますけおというところですとエラーで満たされる。お値段以上、もうリタっつってね、なるかもしれない。<laughs> 買った方は、お買い上げになった方はね。<laughs> うん <laughs> 今日もうマンデーライブに当たってた時は、うん、今日ニトリの話いっぱい出てくるんだよな。なんか話しましたっけクリスマスツリーの話とかな。半分のやつがあるっていうね。はいそうだね。よせ、続いて今日は3枚目です。こちらでございます。はい、この3人もかなりリアルでしょう。はいえー、状況改善超必須い、うん、いや中国の看板みたいになってるよ、これ全体的な仕上がりが。<laughs> 先生ね <laughs> 何時、ね、ったんだろ何時間ったんだろこれな、みたいなね。<laughs> うん、意味わかりますよ、でもね。えー、はい。はい。シュミットさん、中村康介さん、鎌田さんということでございますと。はいえ。先にまずちょっとね、伝えたいことがあるので、中村康介さんから伝えましょう。はい、あの、例の10月でしたかあの、トルコ戦あったじゃないですか。うん あれ、9月か。うん、あの、そこで怪我してしまった中村康介さんなんですけども、うん、えー、あれから約2ヶ月半ぶりに、ようやくチームに戻ってまいりました、ちょっと長くなりましたね。ですね。はい。でもね、まあ、さ、チームに戻ってきたとは言いましたけど、うん、まだね、この収録段階のベンチ入りに戻ってきて2試合かなああか3試合かってところなので,で、今だから、まあ、怪我明けだから、しかもね、やっぱ一つしかないポジションだからしょうがないですけど、うん だから今ちょっとまだレギュラーまたちょっとね、張ってるわけじゃないって状況なので、はい、森保さんとしてもまだ呼びづらい状況だなとま。まあまあまあ、そりゃそうですよね。ただ良かったなと思うのが、俺、中村康介さんのね、このやっぱ改めて夏の移籍、うん、なんかいろんなチームからなんかオファーがあるみたいな話あったじゃないですか。彼は結局そういういろんなところに行かずにポルティモネンセに残るという、うん、いわゆる選択を取ったんですけど。うんうんうん なんかねほら元々あったのもリヨンとかだったんですよね、うん、遺跡の話があったの。実はリヨン今最下位なんですよフランスの。はあ、実は彼にオファーがあった時みんな今季調子絶不調なんですよ。彼もしかしたら何かを感じ取っていたのかなって可能性も本当あるぐらいで、うん、でそれでいて今これだけ使われてない状態にこの怪我から開けても戻ってきてもまだ使われてないってことは冬の遺跡やっぱあるんじゃないですか どっか他のチームに。だから達してないっていうケースもあるのかなとも思いますし、ただ出なくやっぱりね、自分の価値は示せないっていうのもあるから、この冬でやっぱり移籍ってのは、やっぱり改めて考えられるところなのかなと思いますいなるほど、はい。で、あと、鎌田選手に関しては正直もう優質性がないでしょと、ある程度こう、知ってる方にとってはか。ななのなのだって出れてないもんと。うんあ、そっか。うーん。かーんこの間入ったとこだよね、もう。そうなのよね。うーん ただね、もうちょっとポジション的に言ったら、のグウェン・ドゥージ選手が奪っちゃったかなー、うん、ってところがあったり、ああああ勝負はあった感じなんですか。そうなんですよ。あとこれ、ちょっと裏の話ですけどね、うん、マンデーライブ始まる前に、今年はボローニャが調子いいねーなんて我々裏で話してたんですけど、うん、そのボローニャが今5位で、で順位的に言うと、このラツィオはなんと,と今、10位なんですよ。はい 20チームで行われているリーグ戦で、しかも、だからね、自分たちより格下したかなって思われているチームが他にも、モンツァとか、他のチームが上行っちゃってる状況なので、うんうん、このままだと監督解任とかってことも、ちょっと話は上がってきちゃうかもしれないと。はいはいはい。だから、まだフィ、戦術的にフィットできてる選手を使い続けるわけには現状いかないのチームとしても。鎌田選手が出場機会を積むんだったら、ちょっとこの冬、最低限レンタルとかでどっかのチーム抜けるってのは、 必須かななんていうのもう思っちゃうところですね。うまくいってないってことは今のスタメンがうまくいってないってことは変えりゃいないのにね。そうだね。な<え>からそこでガラッと変えてみるっていうのも手段なんじゃないかなと思うけども果たしてという形ですねなるほどね。はい。で、シュミットさんに関してはまあ言わずもがないですがやっぱりね、えー、とりあえず出ないとってところなんそうだ、ね、です。そうだね そしてえ今日の最後のシートでございます、はい、こちら、どん、えー、ワンランクアップの可能性の皆さんでございますね、うー三笘選手、菅原由来選手、伊東純也選手という形でございます、うん、と。うん まあどこに行くのか、正直分からないし、三笘君なんてね、もう行く先なんてもう、シックス以外ないですから。そう,ね、本当にそうですね、どこ行くのか、なんか菅原ゆきなり選手もね、ベンフィカって話もあれば、あとリバプールって話もあったりとかあるし、あと、もともと伊東純也選手、2年連続でドイツのレバークーゼ、ね、ンに選ばれのよ、うん 実はレバー空戦14試合終わって11勝3分け未だ無敗の分で首位。すごいね。そうなのよ。ジローナと、ね、レバー空戦はすごい。うん、すごいことになってますから。うん だちょっとそれでね、一つのこう、右の翼としてまた呼んでくれるっていうふうになるんであれば、また面白そうなところはあるだろう。見たいなぁ、見たいなぁ。そうですね。うん、そこも注目ですよ、と。うんうん、こういうところで、この3人は日本代表でも素晴らしい活躍を続けてる皆さんでもありますから、さ、うん、っきのね、2枚目で出てきた橋岡選手、森田選手、田中碧選手同様、というか、もっと上のレベルまでちょっと行っちゃいそうな方、可能性が高いと思うので、ちょっと注目してもいいふうなのかななんてふう風に思っています。 ております縦関係でもいいじゃないですかもうこの2人なんかいやそうだよね見たよね背爆で読んでくれかないいじゃないですかそうだねはい。ということでございます。いや楽しいでございますはい。どのくらいにこの辺の具体的な話では出てくるんですかやっぱでも一ヶ月後ぐらいですよねアチアカップやってるあたりのところでいろいろ出てくるとは思うのではい 一つよろしくお願いします。また教えてね,ね、とい,ということで。<ー>はい。そこをありがとうございました。また聞いてくださいね、ミルワッカ、井上、までございました。ノーミルク佐藤でした。じゃあね、またね。また